バカにされてもええー。今はその定期便を買ってくださった方々に今ポンプのプレゼントをしてるんですよ。定期をご購入してくださってる方には今ポンプを無料でつけるっていうキャンペーンになるのかな、まあ、プレゼント企画をやっていて、で今定期購読してくださってる方への一件一件ポンプの配送っていうか配送準備、ポンプに入れるこのお客様へのお知らせ、これも作って、でこの中に入れるポンプの専用ポンプの、まあ、使用の目安みたいなのを書いたシートを入れて、実際のポンプを入れてお客様の住所へ一軒一軒配送するっていう、まあ、これがなんでうちらがやってるかっていうと、1日でも早くポンプを皆様に届けるにはうちらが作業しないと間に合わないっていう、工場にお願いしてやるってなるよりかはここでやった方が早かったですよ、到着日時が。なので今の一軒一軒やってますの作業中です。で運が悪く松葉くん瀬名くんはブレイキングダウンの撮影に行ってしまったので、ちょっと人手不足っていう事件が起きてるんですけど、それでもめげずに今みんなで作業してます。そうで今もう一個事件があって、まあブレイキングダウンは仕方ないですよ言うてもって思ってるんですけど、もう一個事件が今オフィス回線が落ちてしまって Wi-Fi がもうずっと使えてないんですよこの3日ぐらいで、コピー機も使えないし何も作業ができないっていう中で、もうなんかそうコピー機も全部使えなくて、でも家までこう担いで持って帰って、今送付する中に同封する内容のものとかを合計多分何部印刷したか分かんないぐらい印刷して、それぐらいのコピーをしてからここに戻ってきました。あ、そう、令和の虎に関してはなんかその予約分2回目からポンプつけません言ってたんですよ。なんですけど1回目の予約の方にもちょっとポンプをお付けいたします、ちょっとお待たせしてしまうので、1回目2回目の予約購入してくださった方、ポンプも一緒にお届けするのでお待ちください。結構ね2回目の予約もほんと1分に1個売れてるぐらいめっちゃ売れてて、すぐにあれが完売しちゃった。100ミリと400ミリのセットがマジ秒でなくなってしまって、皆さん本当ありがとうございます。今ラオスはなんか皆さんちょっと SNS でちょいちょい見てると思うんですけど、バーエルフっていう福岡にバーを今ラオスがやっていて、その関係で今あれなんですよ、ラオスが福岡にいます。今一番多分ラオスは忙しい時期だから、みんなで応援しながら東京で待ってるよみたいな状況だよね。でももうじき帰ってくるんで、そしたらまたいつものように騒がしくなると思います。あ、じゃあまあうちらもね、福岡のそのラオスのバーに行けるタイミングがあったらみんなで行きたいなとは思うので、その際は福岡付近に住んでる皆様ぜひバーエルフに遊びに来てください。じゃあ瀬名くん、松田くん、ブレイキングダウンお疲れ様でした。どうも呼びそんなことある？そんな棒読みだった？全然棒読みじゃないんだけど。で、お疲れのとこ大変申し訳ないんですけど、こちらの、配送作業お手伝いお願いします。もちろん。ちょっとね、これ今何件ぐらい終わってんの？終わってんの、うん、素晴らしい。これは何をすればいいんだ？これは、ノリってもう一個ある？あった？一個しかない。この、瀬名くんみたいな感じで、これ人生で一番使えないんだけど大丈夫か？ちょ、どうしよう。じゃあこれ貼る？まあ、じゃあこっちにしよう。ノリか、どっちか。ノリ自体人生で一番使えないけど、これさ、でも多分そっちのやつだと出ちゃうからさ、なんかね、待って、これもこれがこうなってんの、うん、こうなってるんですよ、はい、そうするとここが膨らんじゃって剥がれやすくなるの、だから、うん、この頭の方を下にした方が、なんかその背中に説明あげたら俺が今まで何もやってなかったみたいな。いやいやいや、そうじゃん。そうじゃん。ノリ使えないって言っちゃってるし、ね、それノリの下地こうバーってさ塗ると。うわ、ラック、何これ。じゃあ俺そっちがいい。これ人類の大発明だわ。マジで。もう使えないでしょ。
いや松田さん遅いですね。ね、封筒が全然遅いんだけど。もう動きが遅い。やっぱ映画出ちゃうから仕込んでほしい。いらないもんさ。あの空気とか入った。じゃこれねお客様の気持ちになってほしいんだけど、早く手元に欲しいんですよ。別にこの最低限丁寧だったら絶対スピードの方が大事なんですよ。でもリスクない、このなんか何も頼んでない時に来るっていうのはサプライズではあるよね、うん、なんか俺怪しげな封筒来たライアーゲームの正体から思う。いや黒だから、黒い封筒かっこいいな。かっこいいよね。かっこいい、マジライアーゲームの正体から。ライアーゲームだったら参加する？絶対しない。でも好きそうじゃん。ああいうゲーム僕あの嘘の付き合い得意じゃないんだよ。人狼ゲームもそうだけど、ええけど賢さでごまかせんじゃん。頑張れ。いやっぱ嘘の上手じゃない。戦えない、うん、え、じゃあラオス。あ、ダメだ。あ、いや、バレる。すぐバレるな、うん、瞬殺。おう、一巡目で死亡です。いや、死ぬんだっけ、ライアーゲームって。いや、借金借金。死ぬのはあっちや、怪獣だ、怪獣。地下労働する。いや、絶対ライアーゲームだとしたら。ラスト50なんで、あとちょっと頑張りましょう。え、なんでいつもと一緒じゃない？なんか違った。ナチュラル。もうあとラスト50だよぐらいじゃない？なんかみんなあとラスト50なんでお願いします。あ、ポンプがないっす。本当にブラック企業だなって思う。これやった後に通常業務に入るなって。そうでもなくない？なんか最近思うんだけど、そうでもないよね。そうでもある？わかんない。そうでもなくなる。何も持ってはないよね、でも実際これあとちょっとだよね。終わった。まだです。今、新しく紙印刷しました。夏場君、いつの髪色変えんの？3年後ぐらい。長っ。長くない？ヒカルさんが嫌がると思うの。3年いられたら、まあ、どっちが先に帰るか。ヒカルさん帰れないっしょ。帰れるのかな。でもさ、そのさ髪の毛見てて頭いいなと思ったのが、普通ブリーチ毛ってリタッチしなきゃいけないじゃん、うん、だけどこの髪型だとリタッチがさかなりの長さまで必要ないんだよね。もう半分が黒だから混ざっちゃっていくっていうか、なんていうの、ちょっとピンの比率が小さくなるだけで不自然さがないっていう。いや、まあ、そうだと思ってそう考えてたんだよね。先駆者じゃない。ごめんごめんごめん。スーパー2番センチってか4番センチとか5番センチなんだよ。やめて。リタッチして、まあ写真で俺リタッチするみたいな。いいね。だからそしたらハイタッチしちゃうみたいな。ヒカルさんが言ってたら全然かっこいいんだけど、松葉さん違うんですよ。まあでもヒカルさんはさ、俺はヒカルさんになれないけど、ヒカルさんも俺になれないから髪型一緒にしようと。オッケー。いや、だから、違う。松葉さんはヒカルさんに寄せようとしてるわけじゃないですか、そもそもそれ、その髪型は。その髪型でいること自体は、きっかけはどうあれ。でも今ヒカルさんを目指してるわけじゃん。でもヒカルさんはそもそも松葉さんを目指さないんです。なれるかどうかじゃなくて、なろうとするかどうかのもね。それはまだ気づけてないんです、ヒカルさんは。松葉さんの良さに。え、松葉君、じゃあヒカルさんが目指すっていうのに必要な要素を教えてるじゃん。必要な要素？うん。天竜人になりたいかなりたくないかと。俺側がもう困ってる。俺の先祖はアダムといるのか。だけどさ、天才だよね、なんか。もうやめて、それ。もうなんか頭痛くなるんだよね、その話。だけど間違ってなくない？いい、間違ってる。俺の先祖はアダムといるんだけど、俺は神は信じない。どういうこと？すごいね、一回頭開いて見てみたいもん。どういう世界線で。まあでも大事やね、こういうなんか。こういう人が何かのひらめきを生むこともあるからさ、やっぱさ、個性として。否定はできないけど、会社にはいらないよ、この発明。いつか来てもこれがね、何か文部科学賞で取るかもしれない。いえいえ、まずはそれが鍵になる日が。いいね、文部科学賞でも取るかもしれないって。ノーベル賞とかを言おうとしてるんでしょ、今。間違えちゃった。ノーベル賞、文部科学賞を取るとか言って。だって、スタップ細胞はありましたからね。知ってる知識を頑張ってどんどん披露してるだけじゃん。コロナウイルスもね、なくなりましたからね。コロナウイルスだけだったら全然ノーベル賞の急な発明じゃないじゃん。あった。え、数あれだよ、全部数えてるよ、もう。あ、これであと10個あればいいんでしょ。10個あれば、あと16個だ、16個必要。絶対ないじゃん、見て。
ちょっと頑張れ。でも足りないでしょこれ。え足りてるよ。え、ね、え待って5ってことはこれ15個必要ってことでしょ。1,2,3,4 なんか多くなった。でも名前は全部あるでしょこれで。これでさ20個とか差があったらさ完全にやべえなってなるけどさ数個だったらマジ数えるし。てかそれで言うともうさ多い分には良くないと思っちゃうんだけど、だって少なかったら超もないけど多い分にはなんか2個とかいっちゃってもまあまあまあなんか喜んでいただけると思うんだよね。で40でしょ。名前をさこっから照らし合わせるの物理的に不可能じゃないですか。無理です。だから結局さもしミスがどっかの中でヒューマンエラーあるとしたらもうそれあるわけですよ。お客様からお金をもらってるわけではないから、多い分には絶対いいですよね。どこラストですか。ラストです。あれそれ最後やめてやめて、本当に丁寧にして。ガブリチュー3口かじったぐらいのお前行きたいな。完璧。ガブリチュー懐かしい、超食べたくなっちゃった。え、売ってるまだ。え、売ってる売ってる。どこに。なんかスーパーとかのさ、駄菓子コーナーあるじゃん。あれとこに売ってる。ガブリチュー超欲しい。ガブリチューってあれだよね、もうあの半液体みたいな。来たー石川県。やめてやめて。いや、見せないで、ほんとモザイク大変だし。はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。作業完了。本当長かったです。いや、僕でも途中参加でやっといてもらったからな、あんまり特に、なんだろうな、大変でもなかったしな、なんか最初の大変さを知らないから、ありものをただ詰めるっていう作業させてもらっただけなんで全然楽でした。全然楽でした。あ、皆さん、ポンプ、私たちめっちゃこだわって色味とかこだわって作ったんで皆さんちゃんと使ってください。お願いします。はい、今皆様の元へお届けするポンプの発送終わりました。皆さんもうすぐお手元に届くと思うのでお楽しみにお待ちください。狼がやってきた、さあ逃げろ逃げろ逃げろ、遠くまでやった。